エスカッシャン、フィールドサポーターモットクレストリースマントヘルメット、クラウン、コロネットコンパートメントチャージオーディナリーモット画ー像、ファイルコンパートメントは、エスカッシャンを支えるようにその下に置かれ、サポーターが立つ台座として示される紋章の構成要素である。その形は様々で、木製であったり金属製であったりしたが、時代や国によって異なる。現在では、岩盤、 草原、海など、ある種の風景を表現した地区山形と呼ばれるものが一般的である。15世紀頃から使われ始めたもので、紋章の構成要素の中ではだいぶ後になってから追加されたものである。コンパートメントが初めて使われたのは、大陸ヨーロッパでは、オストレバンハク、ギオームド・バビエールが1412年に使用したシールであり、イギリス連邦では、 スコットランドのダグラス伯爵家が1434年に使用したシールである。紋章の発祥が11世紀から12世紀頃と言われているから、コンパートメントの登場まで400年前後経っていたことになる。ビクトリア朝の時代には、紋章のアーティストによって、サポーターの足やひづめの下にしばしば置かれた、カストウケと呼ばれる、金属在庫の装飾の図が好まれ。 プリンス・オブ・ウェールズの紋章に現在も見られる。コンパートメントはイングランドで1回の高いものだけの使用に限られるという制限がある程度で、ヘルメット、クラウンがあるいはサポーターほど使用上の制限はない。また、イタリアでは貴族の紋章でもコンパートメントを使用しなかった。紋章にサポーターが加像されるとき、通常コンパートメントも加えられる。稀なケースでは、 コンパートメントが画像として授けられることがある。風景、編集セルビアリリエの紋章コンパートメントは何らかの陸や海の風景であることがあり、精巧な描写を施されていることがある。スコットランドの士族の蝶の紋章の場合、コンパートメントは一族の花で覆われた草原、バートのマウントである。また、 比較的最近カナダで登録されたものでは、ノーザンブリティッシュコロンビア大学の紋章のコンパートメントは、ブリティッシュコロンビア州の固有種である、カーモードベアが立つデキスター側が、森と山頂、ウッドランドカリブーが立つシニスター側が、小麦の方になっており、それらは、ロンセバスチャンによってデザインされたシャチをチャージされている、紋章的表現の水の上にある、コンパートメントは、 地理の特定の部分を持っていることがある。ケニアの国章のコンパートメントはケニア産であり、コロンビアのクンデナマルカ県アルベライスの紋章のコンパートメントは地球である。建造物、編集アイスランドの旧国章また若干の変わったコンパートメントがある。カナダ大学協会のコンパートメントは欧米の大学の中庭などに見られる方形の庭である。 カナダ工学院の紋章が水の上に渡されている橋のコンパートメントを持ち、一方で、旧カンバーランド議会の紋章は、コンパートメントとしてレンガ作りの壁を持っている。生物、編集コンパートメントは景色や物体割りでなく、実在または想像上の生物であることもある。ダンダスの紋章のコンパートメントが、炎の中のサラマンダーである一方、 ロバートソン氏族長の紋章では鎖につながれた男がコンパートメントになっているが、これは四代目の氏族長がスコットランド王ジェームズ一世を暗殺した者のうちの一人を捉えた事実に基づいている。アメリカ合衆国のニュージャージー州の紋章やリトアニアのジェマイティアの紋章はコンパートメントがなく、サポーターがモットーのスクロールの上に立っているユニークな例である。 南オーストラリア州の紋章のようなサポーターが載っていないコンパートメントも可能であるが非常に珍しい例である。ABC 森守る。紋章学辞典。PPP70 森守る。ヨーロッパの紋章、紋章学入門。シリーズ紋章の世界。IPPP57 森守る。ヨーロッパの紋章、紋章学入門。シリーズ紋章の世界。 ippp21 コートオブアームスオフィシャルウェブサイトオブ、hrh ザ・プリンス・オブ・ウェールズ、a l e 2010年4月21日閲覧ノーザンブリティッシュコロンビア大学の文章ガターマンダブアービライスフラックスオブザワールド2010年4月18日閲覧カナディアンヘラルディックオーソリティオッタワ pp376 エンジニアリングアカデミー。ナショナルライブラリーオブカナダエレクトロニックコレクション。ナショナルライブラリーオブカナダ。2010年4月18日。閲覧。シビックヘレルドリーオブイングランドウェールズ。カンバーランド・オブ・ソリュート。シビックヘレルドリーオブイングランドウェールズ。2010年4月18日。閲覧。ザクランド・ニセ・コート・オブ・アームズ。 ザ・ダンカンソンファミリー、2010年4月18日、閲覧。ハート・ミンク、ダルフ、コート・オブ・アームズ・オブ・サウス・オーストレイリア。ヘレルドリー・オブ・ザ・ワールド、2010年4月18日、閲覧。ありがとうございます。